はようございます。さあ今日もストロークねバンバン練習していきたいなと思います。最近はですね全日本ジュニアが終わりまして、男子はちょっと残念でしたが1回戦敗退、女子はですね、私たちに関係のある加藤智子さんがベスト4、そして森岡キララ、これは神村学園ですね、神村学園のメンバーがベスト4に、そして準優勝、森岡キララ頑張りました。その森岡キララさんは今日ですね確かセルビアの遠征に行きます。そしてその前の2日間、我々の方で練習させていただきました。彼女もですね全日本ジュニア絶対優勝するという気持ちで臨んだんですが、残念なとこに、ことに準優勝。でも準優勝は結構すごいですよね。試合終わった後はですねちょっと弱音を吐いていたんですけども、なんとか、やっぱりプロになりたいという気持ちを高め、一昨日そして昨日ですね、練習しました。なかなかですね前向きな発言が出ましたので、今後期待のできる選手なんじゃないかなと思います。彼女のストロークはですね非常に当たりが厚く、そしてちょっとスピンボールですねかかっています。打ち方にはいろいろあるんですけども、今回はですねちょっとハレプ選手とジョコビッチ選手の、違いを見ていただきまして、さらにどの辺に共通点があるのか、そういったことをですねちょっとお話ししていきたいなと思います。いろんな打ち方ありますね。でもですね共通点はあります。それはですね一番大きいのはやっぱバランスだと思うんですよね。体がですね打つときにこうなっていないか、それともヘッドアップして顎が上がった状態ですねなっていないか、でそうすることで結果的に体重が後ろになっていないか、なんかやっぱりこう不安定になる原因っていうのはどっかにあるんですね。それをですね今日はちょっとこうお話ししていきたいんですけども、体幹、この軸ですね、これがですね打ってるときにこうなってないかとかですねこうなってないかっていうところをですね今日はちょっとやっていきたいなと思います。ここ結構大事ですね。まずはハレプ選手なんですが、特徴的なのはこのラケットの位置ですね。あまりこう体の後ろにラケットが行かないようにという教え方もあるんですが、ハレプ選手の場合はラケットが背中を越えるようなテイクバックになっています。ただ軸はぶれていませんね、まっすぐでした。それに対してジョコビッチ選手は体の後ろにラケットが行かず、綺麗にラケットの面が8の字のスイングで前に出ようとします。でこの時体の軸はどうでしょうか。しっかりまっすぐになっていますね。打ち方は違うんですが共通する点はあると思います。それはこの軸、バランスですね。そして打ち終わった後ラケットのスイングがどの方向に行っているか、これがですね押しのあるストロークを生み出しています。さあ今ですね、ジョコビッチと、ハレプ選手のフォアハンドを見ていただきました。共通点ありましたね。この軸、バランス、打つ時のこれがですね顎が出たり腰が引けたりですね体が曲がったりしていませんね。あれがですね安定感、そして重みのあるボール、そしてボールの走る、こういったボールを打てるようになってきます。皆さん打つときですね一回こう映像を撮ってもらったときに体の軸、バランスがですねどうなっているかちょっと見ていただいてもいいのかなと思います。まず修正しなければならない点がはっきり分かればそこをですね少しずつやっていけばいいですね。スイングは綺麗なのにどうしてもこうなってしまったり、こういう感じで乱れが出てきますよね。いい打点で取れていても結局のところ前に突っ込みすぎると当然面が崩れてしまいます。それを補うためにラケットワークで何とかしようとすると、こんな変なフォームになってくるわけですね。だからしっかりですねこの体幹、軸を意識してまずはラリーすることが大事なのかなと思います。皆さんも一度この映像でここが一体どうなってるのか、こうなってませんかね、
これをちょっと確認してみてください。私もこれからも一回ですね、練習してバランスのいい鋭い球が打てるようにちょっと頑張っていきたいなと思います。それでは。